豊島区役所は東京都の特別区である、豊島区の組織が入る施設である。東京23区で区役所が入居しているビルの中では最も高い建物である。地図旧庁舎旧庁舎時代は本庁舎、文庁舎 A 館、文庁舎 B 館、別館、区民センター、生活産業プラザ庁舎、池袋保健所庁舎の諸施設に分散して配置されていた。 老朽化により建て替えと南池袋への庁舎移転が検討され、2009年11月には新庁舎整備基本計画を策定。さらに2010年4月には新庁舎を含む南池袋2丁目駅区第一種市街地再開発事業の概要がまとまった。その後、2011年4月に実施された豊島区長選挙でも新庁舎の是非が大きな争点になったが、 相乗りにより組織票が扱ったという事情もあって、新庁舎推進派である現職が再選された。全国初の民間高層マンションとの一体型、再開発事業となる新庁舎は、2015年3月2日に竣工2015年5月1日をもって、旧庁舎での通常業務を終了し閉庁。2015年5月7日に新庁舎がオープンした。 移転完了後は隣接する豊島公会堂、区民センター、文庁舎と共に解体され、これらの跡地を一体化した再開発エリア、晴れ座池袋として2019年11月1日に開業した。豊島区役所旧庁舎跡に20階建ての高層複合ビルが建設され、隣接地には東京建物ブリリアホールなどが入る新ホール棟や新区民センターが開設される。 この再開発のため、豊島区は定期借地権契約を東京建物 3K ビルと締結している。ありがとうございます。